腹ペコアザラシと申します。信長の野望大使パワープリット、難易度は超級、シナリオは川中島の合戦、選択大名は上杉謙信。第26回を始めさせていただきます。前回機内制圧のために大量の部隊を動かした上杉家、そんな中鈴木家を滅亡へと導きました。果たしてこの後どのように進行していくのか、またお付き合いいただければ幸いでございます。はい、当家に使いたいという方がいらっしゃいますということで、織田の眷属とか八塚家政さんいいですね。能力値高いですね。あと鬼武蔵も加わってくれますね。本願寺強力。はい、散々苦しめられましたけどね、もうね、悪い人間は切ってしまったのでね、もう仲間に加わっていただいても大丈夫ですと。はい、それでは攻めてまいります。羽生城を落としました。これで旗の家も滅亡です。当然一括解除、そして結構優秀な武将が多いのでもったいないんですがね、青鬼、赤鬼とかね、いう、もうね、荒木氏綱もね、結構粒揃いなんですが、ここは処断させていただきます。はい、ではこちらは、騎乗します。でも、5万も山名は集めることができるのか、打ち勝てるか。ここは少し有利。ここは向こうの方が有利だぞ。矢上城だとうちが有利。そしたら矢上に入ろう。ここでぶち当たりましょう。で、また決戦の指揮を取ってこの5万を全滅させていきましょう。では進めてまいります。講和ではない、我らは神獣を求めております。なので従属の申し出以外は拒否です。ここはこれでいいかな。まさきさん行ってください。上司投稿よりも全面解放でいいでしょう。よし。ではこちらの軍は解散いたします。日の城ももう落ちますよね。6日か。大丈夫ですね。で、影勝隊もそろそろ落とせるでしょう。標高88。7000の3000、ちょっと危険だな。方位に切り替えましょうかね。どうせもう大して変わんないですね。で、可能隊は？可能隊はあと8日。はい、では進めてまいります。講和ではなく、心中しか認めません。はい、朝廷が来たので、お金もあることなので、用立てましょう。はい、ではこちらも陥落ですね。ではこちらは解散です。はい、日の城も開放いたしました。はい、これで北畑も陥落です。桃地三太夫とかね、まあ北畑智則とか、横山紀内さんとか結構優秀なんですが、こちらも残念ながら全て初段です。九州勢と戦うときにちゃんと武将足りるかなそこだけ心配だな。はい、では柿崎隊は解散です。では進めてまいります。お、勝敗がいかに転ぶか。はい、立部山陥落。ではこのまま弓木に入ります。では進みます。はい、手取り城も陥落です。畠山も当然初段です。はい、では高虎隊も解散です。あとは影勝隊だけですね。影勝の部隊はどこから出てる人たちだ。筒井、長島だけ本当は解散させたいんですけどね、まあ仕方がないか。あ、ちょっと待ってくださいね。結構強行してるから2部隊もいれば包囲できるのか。いや、ダメだ、3部隊やっぱ必要ですね。じゃあちょっと長島の武将を解散させるってわけにいかないですね。では山名対上杉、どういう風になっていくのか。勝敗、決戦の指揮を取りますかと。
もちろん取ります。今回はまた全滅狙いです。26,000対25,000だけど、国主将兵が多分3万ぐらいにはなるでしょう。3万は超えてくるんじゃないですかね。おお、そうだそうだ、毘沙門天の効果でさらにうちは能力値が上がるんですね。士気か、士気が上がるんですね。はい、それでは33,000対25,000、負けるということは多分ないとは思うんですが、ちょっとね、献身隊が少しのろしでちょっと武将を合流させつつ鐘を鳴らしましょう。そうするともう軍技力19、そしたら沼罠を一つ入れていきましょうかね。これはちょっと山の方で戦うことになるのかな。ちょっとここに入れていきましょう。では進めてまいります。向こうがどのような動きをするのかがちょっとあれなので、ああ、ちょっと配置をミスりましたね。そもそもの配置を、池田隊をちょっと真ん中に寄せて、全体的に真ん中に寄せましょうかね。献身隊をこちらに、とりあえずこのように配置いたしましょう。扇のように布陣をする感じですね。敵の居所が知れました。で、向こうは鳥居と鐘を鳴らしてるのか。鐘じゃない、のろしか。そりゃそうだよな。そしたら、一番数の少ないこの軍で、のろしを壊しに行きましょう。で、その分手薄になるここに、この隊を入れときましょう。この軍も、でこちらの軍を張り出しさせておきましょう。では行きます。向こうは待機して少しでも兵数を増やすつもりですね。ただのろしを、よしよしよし、奈落で動けなくなっちゃいましたね。そしたらこの2000の軍勢で続けてのろしを破壊しに行きましょう。かかってくるかな、それとも。お、突っ込んできましたね。では突っ込んできた軍は少し引いて相手の出方を待ちましょう。この3000の部隊、うちの方が能力は高いので、いっそのこと囲みましょう。攻撃入れればうちの方が強いはずなので。で、相手は山名さん隊はどこにいるんだ、っていうことはこっちにいるのか。ではこの軍でちょっと突っ込みましょうかね。はい、沼罠にかかりました。一部隊だけか。そしたらこの隊とこちらの隊で攻撃加えましょう。献身隊は数が少ないんですが能力は優秀なので、やっぱりちょっとね、おとりということも踏まえて前に少し出していきます。よし、攻撃がうまくかかってますね。では越後の竜出てきます。ではいきます。落とし穴に引っかかる。マジか。山の隊は一体どこだ。山の隊を間違えて倒したくないんだけど、多分この隊だと思うんですけどね、まだ発見できてない。では行きます。
違う。ということはどっかに隠れてる。ここだ。ここにいる軍だ。すげえ逃げてるな。そしたらここはもう勝負が見えたので、この池田隊でちょっと、串橋さんですかね。ちょっと牽制しに行きましょう。では、強撃に当たらないように、少し献身隊は下がりましょう。采配とか持ってる人間がいないので、献身隊で、やっぱり突撃繰り返してっていう感じですかね。越後の竜で。253とかありますからね。普通に考えたら負けないですよ。よし、この軍は、こちらに井上隊に突っ込みましょう。はい。では、こちらに突っ込みましょう。命令不可なだけで攻撃不可じゃないので、よし。では、行きましょう。よし、ようやく攻撃ができるようになりました。で、献身隊。献身隊はもう少しで越後の竜が使えるので、ちょっとど真ん中に突っ込んでいきましょう。献身隊の道を開けるように包囲していきましょう。では、越後の竜を発動します。もう、献身無双ですね、これは。全然減らないもんね、こっちの兵が。いいんじゃないですか？では、行きます。はい、階層が1部隊出ました。では行きます。ん？やばい、この213の部隊、この部隊はちょっと隠しましょう。はい、壊滅1部隊出しました。2部隊壊滅です。ではこの6000の池田隊で囲みましょう。よし、これでもう体勢は、あ、しまった。また罠にかかっちゃいましたね。はい、ただ献身隊の助力に井上さんの部隊、井上さんじゃないですね。トキさんの部隊と青木さんの部隊を向かわせましょう。献身隊はちょっと一度引かせますかね。だいぶ兵数が減ってきたので。はい、壊滅しました。では献身隊。まあ近場なのでここを落としに行きましょう。やばいやばい、29しかいなかったんだ。ちょっとここは守るように動かしますかね。では行きます。ん？ 34。 壊滅は出したくないんですよね、うちから。井上隊を逃がさないように囲んでいきましょう。山名隊もちょっとずつ攻撃をしていきましょう。
い、これであとは2部隊のみですね。奈落、ここに来て奈落か。はい、壊滅です。あとは山名隊だけ、山名を囲んでいきましょう。ここはもう勝ちですね、確実に。はい、越後の竜も入れていきましょう。もうこれはもう本当にとどめの一撃ですね。はい、これで全滅です。1万3000の兵損失か。もうちょっとね、損失を減らしたかったんですけど、ちょっと仕方ないですね。僕の腕が悪いのでね、これが限度ということですね。はい、では解放いたします。はい、矢上城を囲みました。ではここは強行溶化できましょう。ん？違うか。こちらが矢上城か。そしたらここは強行48日で行きましょう。3万4000もいますからね。はい。で、あとは全滅したので、この隅城ほか、上市城でしたっけね。はい。上市城より西以外は全然、もう言葉がおかしい。どんどん落とせるはずなので、ガシガシ軍を蘇生していきましょう。2万もいらないですね。なぜ全滅させてますからね。9600ぐらいで十分でしょう。で、姫路にも入れていきましょう。ここも9000程度。室津も9000程度で十分です。で、あと黒井城。あ、黒井城だけちょっと兵いるんですね。でもね、あ、でもちょうどいいかもしれない。これで最後の軍を出してくるってことだな。ただ3万はいらないですかね。これで十分ですね。で、あとこの隅城。いやー、ちょっと余計なことやって黒井城に集結してるのをなんとか叩きたいので、ちょっとこれでいきましょうか。では行きます。ハブ城ほか4城で一気。まあそうですよね。取ったばっかりのところでまだ茶屋町が発展しきれてないところは。はい、あと進出できる条件は忘れずに進出していきましょう。あと工作。そうですね。長宗壁とかにももうそろそろね、工作もかけてもいいですね。あとは全員かけてるかな？そうですね。もうあとは全員かけてますね。はい。あとは影勝隊はもう、63日、まだまだかかるな。なかなかやっぱしぶといですね、三好は。はい、それでは進めて参ります。はい、弓木城を落としました。はい、それでは一色家の方々は、すべて処断させていただきます。はい、では、この隅城入りましょう。皆さん続いてください。では行きます。はい、この隅城を囲いました。強行でここは、いや、攻撃で十分ですね。攻撃でいきましょう。はい、山中家より交渉、講和、もちろん拒否です。はい、この隅城を本丸落としました。はい、東洋には乗ってくれないので、ここは解放いたします。では鳥取城向かいます。いや、この軍は黒井に入りましょう。で、柿崎隊で鳥取入りましょう。では行きます。はい、それでは進めてまいります。
はい、2騎乗を囲みました。ではここは強行48でいきますかね。はい、矢上城を落としました。では献身隊で武田城に向かいましょう。では行きます。はい、姫路城をこちらは強行39にしていきましょう。はい、黒い城を囲いました。ここは方位45にして十分ですね。お、8000で、そしたら献身隊を姫路に向かわせましょうかね。で、北条高広隊は、いや、北条隊をいっそのこと室津に攻め込みましょう。集結28だからその前に当たれるでしょうから。で、森田常運隊を武田に向かわせて、献身隊は姫路でいいですね。よし、これでいいでしょう。はい、影勝隊はそろそろ包囲も終了ですね。これで三好家も滅亡です。では行きます。我に続け。国衆将兵入れてきたか。容赦せるぞ。はい、指揮なさらずとも勝利ですと。我が力よ。はい、これで三好家は滅亡です。ではちょっともったいないですが、いやもったいないで、光秀とか。いやー、瞑想者の二人がいる。この二人のどちらか一人でも、いやー、初段です。ん、京極さんはそうするとあれですね、まだ年が若かったんですね、きっと。いやー、残念だな。いや、この3万でやっぱ武田行きましょう。で、常運隊、武田行こうと思ってた常運隊は姫路に入りましょう。これで行きましょう。室津城の兵が逃げましたと。ではこの部隊で上市城入りましょう。では行きます。日照りが起きましたと。うわ、すごい食らったな。はい、矢上城ほか2城で一騎が起きました。武家の棟梁として総武事令を発し、戦乱のように幕を下ろしますか。もちろんノーです。はい、であとはお米買っときましょうかね。もうお米が尽きる心配はないとは思うんですけれども、ではこれで進めてまいります。はい、姫路城をまた改めて囲みました。ではここは包囲でいきましょうかね。我らは焦る必要は全くないのでね。献身隊は武田で7400。はい、行きます。はい、鳥取城を囲いました。交渉出てるのでちょっと交渉していきましょうかね。はい、では行きます。はい、囲みました。こちら方位で交渉を出していきましょう。そうですね、対面が切れてるので最上隊が当たると負ける恐れがあるので、ちょっとここはよいしょ入れていきましょう。国衆将兵だけでいいですかね。いやー、そんな余裕こいてると負けるな。足軽精錬と農兵精錬、こちらも出していきましょう。我が義を示す。ではいきます。全面解放無理でした。攻め立てましょう。はい、敵が城から撃って出ました。よし、これで勝ちました。では堀隊は一度解散です。
では全軍で出てもらいます。勝ったのはいいけど、これは出撃されて負けるんじゃないか。ちょっと交渉が出てるので交渉してみましょう。なんか出撃されそうな気がしますけどね。おお、ついに将軍を名乗るようになりましたね。だけど将軍より上の軍神ですからね、謙信は。はい、では謙信が交渉に当たってください。全面解放で。はい、武田が落ちました。そしたらこのまま、うわすごっ、なんだここ。ここででも当たってくれるならありがたいな。ここで全滅狙いでいくか。ちょっと待てよ。ただここか、このレベル8の準拳所だ。津山を落とせばうちのものになると。このレベル8準拳所をなんとかしてうちのものにしたいですね。はい、では進めます。オーラさん全面解放。はい、では最上隊は一度解散です。では進めます。延べ地上にて一騎が、でもほんと一騎が減りましたよね。義明、足利義明が長宗我部家親善の申し込みを向こうからしているので、こちらは受けますと。通称を結べる間柄、こちらからは結びません。いかがだったでしょうか。機内制圧軍が順調に機能した上杉家、各大名を一気に滅ぼす回となりました。そんな中において本当に惜しむ楽は三好家の滅亡です。そう、その惜しむ理由なんですが、瞑想者の技能を持つ細川藤孝と明智光秀を処断しなければならなくなったことでした。上杉謙信がですね、なんかまあいろいろ調べると50前にやっぱり亡くなってるわけですよね。で、僕見ていただいた通りですね、設定でその寿命は史実通りにしてしまっているので、このまんまでいくと、もしかすると謙信の寿命が間に合わないっていう問題を、まあちょっと前のね回で少し触れさせていただいたんですが、方策で寿命の延長みたいな方策があって、そちらをぜひ取りたいと思ってるんですが、瞑想者の技能を持つ人間が3つその寿命延長の前の方策を取るために、3つ瞑想者の技能を持たないといけない武将が必要なんですけれども、今うち2人しかいないんですね。で、細川藤孝と明智光秀、どちらかが裏切ってくれる、もしくは仲間にさえなってくれれば、その3名というのをクリアできるので、そちらのもうね、もう障壁になっている、壁となっている方策さえ取れれば、その次の寿命延長のやつが取れるので、ちょっとね、少し安心できるんですけれども、もう本当にね、この瞑想者を取るっていうのがね、今の上杉家のちょっとね、正直領土拡大よりも課題と言ってもいいかもしれません。はい、それでは今回はこれで終了とさせていただきます。お付き合いありがとうございました。